今回は K と2人でパズルゲームを遊んでいこうと思います。はい。遊ぶゲームがザ・パスト・ウィズンというゲームになってまして、こちらのゲームはですね、それぞれ過去と未来に分かれて、お互いの見えている情報を共有しながら、お互いの画面でそれぞれパズルを解いていくっていうゲームになっています。過去のパズルを解くには未来の情報が必要で、未来のパズルを解くには過去の情報が必要なんで、見えているもの全ての情報をしっかり伝えて協力してやっていきましょう。陽一が未来するので、Kが僕が過去やります。早速やっていきましょう。はい。過去第一章、未来第一章。おっ、え、ん、まず謎の手紙と謎のテンキーのような箱があるわ。1926年、ラスティレイクにて、親愛なる我が娘ローズへ。お前がこの手紙を見つけたということは、私はもうこの世界には存在しない。だが希望はある。ここ数ヶ月の間、私の未来の信頼できる人物に連絡を取るための措置を取り組んできた。お前が今いる部屋はこの人物に影響を受けるかもしれないので気をつけなさい。まずはこの箱を開けて次の指示を待つように。お前の愛する父アルバートよりっていう手紙があったね。なるほど、うん、娘なんやな。じゃあそっち過去の主人公は、うん、せやな。でお父さんの父アルバートの信頼できる人がっていうのが俺やな、未来で今おる、うん、だから俺からの今指示待ちとか、うん、そうやな。未来で見えてる情報は、うん、正方形のパソコンのような謎の球体、うん、で、うん、前にブラウン管モニターみたいなのがあって、うん、手紙っていうのは特にないな。一応蝶のマークのある紙が机の上に置かれてるけど、特にクリックとか何か動作がするわけではない。あ、僕はなんかこのテンキーみたいなやつはポコポコ押せるけど、なんやろ、なんかこっちクリックできる場所が多すぎて、そんなに一箇所しかない。とりあえず一つヒントみたいな感じで、この謎の球体の電源を入れろっていう指示があるから、うん、これ押してみるわ、うん、ポチッとな。あ、ブラウン管モニターに映像が、キューブ型装置018エコへようこそ。このキューブ型装置には過去の人物がいる部屋の記憶が保存されています。エンターキーを押して続けます。エンターキーを押して続けます。あなたは今過去の人物との接続を確立しようとしています。警告、何らかの手を加えることでこの装置内の部屋に影響を及ぼす可能性があります。アクセス確認のため記憶の年を入力してください。あ、1926年、1926、1926、うん、なるほど。こんな感じで、あ、アクセスが許可されました。次の情報を過去にいる人物に伝えてください。 3×3 の9マスある、ある、ある、ある。そのテンキーみたいなやつが、箱がある。 OK、 左上、真ん中、左下だけ埋まってなくて、うん、あと全部埋まってる形。どういうこと？埋まってる？なんかその点滅してて、うん、左上と真ん中って、真ん中と真ん中、左下は点滅してないんだけど、それ以外が点滅してる。あ、じゃあそれ以外のとこポチポチ押し、あ、開いた、本が出てきた。はい、あ、本じゃなかった、マッチだこれ。マッチが出てきた。過去にいる人物が箱を開けたことを確認してください、うん、あれかな、はい、矢印クリックするか下にスクロールしてみるか。おお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 お。誰か死んでるわ。なんか、ま、マッチ、僕もマッチ、マッチを手に入れたアイテムとして。脱出ゲームだこれ。スイッチを手に入れたわ。こっちはマッチやな。
え、なんか場面変わった？場面変わって、あの脱出ゲームみたいな、部屋に、うん、部屋になんか出たわ、出たというか、その場面に転換した。次こっち、なんか指示が来てるから読み上げるな。うん、続行するには家族確認が必要です。入力パネル P17 を起動し、正しい絵の順番を入力してください。絵の順番、あ、絵飾られてあるよ。カラスと蝶々と花と家族写真みたいなのもあるけど、ローズとアルバート。じゃあ今手に入れたスイッチをはめていくのかな。あ、はめた。あ、来た。うん、4つあるやんな。4つある。左上がカラス。カラス。右上が蝶。蝶。あ、はいはい。左下が、なんだこれ、桜の木みたいなやつ。木。はいはい、あったあったあった。で、右下がローズとアルバートの家族写真みたいな。家族写真ってか2人しか写ってない。あ、開いた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 。あ、開いた？開いたっていうか、なんか、あ、なんか記号が出てきたよ。記号？記号？次こっちを読み上げるな。うん、家族のアクセス権を取得。シンボルの順番を伝えてください。警告、装置内の部屋はオーバーヒートする可能性があります。3つのスライダーで排煙量を調節します。排煙量。こっちで今映ってるのは、うん、キーボードみたいなやつと、うん、換気扇みたいなマック。あ、キーそっちにキーボードみたいなやつと換気扇みたいなマーク。あ、こっちにあるわ、それ。そんなはないな。あ、こっち側にあるわ。そっち側でなんか、そのヒントはない。ヒント、あ、鍋手に入れた。冷えたスープ。え、こっちに、キーボードっていうか、6×6 のチェス盤みたいなやつがある。違うな。1から6までの数字と、A から F まで振られた。3つのスライダーで排煙量を調節しますってあんねんけど、その調節する量っていうのは分からんのよな。調節するよ。あ、もしかしてこれかな。え、違う。あ、でも違うな。これ、そっちの情報がないと。なんか記号がある、4つある。2×2 の箱があって。あるある。なんか T みたいなやつと、そうあるある。なんか剣みたいなやつ。ある。と、縦棒の右に丸。いや、多分こっちいじられへんから。果樹園。で、果樹園みたいなのと。いや、多分、うん、こっちが情報伝えて。そう。過去の方ではねえな。こっちでは読み上げるで。左上から、うん、棒の右に丸。棒の右に丸、はい。次、右側な。うん。T。T。はい、OK。左下。で、次、左下が、丸の横に波、うん、波の縦棒。これね、OK、OK。で、最後右下。次、右下が、うん、あの、アンノーンのびっくり。アンノーン、あー、果樹園みたいなやつ。はい、そう、開いた。開いたら、あ、な、アイテム手に入れて、石炭が出てきた。それだけ。それだけやな。あ、こっちストーブがあるから、ちょっと石炭入れてみるわ。で、マッチで火つけた。あ、火つけた。あ、スライダーって言いよったよね、そういえば。うん。3つスライダーって。3つ。多分こっちにもスライダーらしきものが、で、スライダーってか、出てきたから、それって5段階のスライダー5段階。あ、じゃあこれで間違いないな。え、じゃあ一番上からいくで。うん。一番上が、左から一つ目。はい。真ん中が右から一つ目。はい。で、一番下が一番左。あ、開いた。え、ちょっと待った。こっちなんか画面がなんか上半分が暗くなったね。上半分っていうか上3分の1が暗くなった。あ、多分こっちで今それオーバーゲートした煙が出てんのよ。黒い煙が。あ、それはそっちに行ってるんかもしれん。なるほど。排煙量が調整されました。換気システムを起動する。換気システム、その換気システムでこっちが換気できるっていうことか。あ、動いた。動いた。うん。え、でもネットワーク的につながってねえんだよな。来た。なんか、あ、読み上げるよ。次。うん、次。はい。換気システムを起動しました。時間を伝える、レンズをアンロックする、3つのレンズのスイッチを使って過去の人物がいる部屋の内部を覗く。
まず時間を伝えるから、時間伝えるよ。時間、あのこっち時計があるからそれで調節できそう。5時15分。5時。あれこれ5時15分。あ、お風が吹いた。あ、換気されたわ。された。あ、オッケーオッケー。え、どっから風吹いてんの。次、レンズをアンロック。あ、壊れた。え、こっちはこっちでなんか新しいイベントが進んで、鍵を見つけたのと、親愛なるローズよ、仮面をつけなさい。どういうこと？レンズ。レンズ。お、スープ漏れたわ。レンズってなんや。こっちにレンズらしきものは。これか。あ、あった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 、これか。あ、なんかモニター、なんか iPad ゲットした。iPad？ タブレット端末。鍵手に入れたけど使い道がわかんねえな。あ、俺も鍵ゲットしたね。鍵とスライドってのをゲットしてる。スライド。これか鍵。ちょっと待って、鍵あったか。これか。あ、開いた。開いた。あ、仮面。こう。びっくりした。ん？何？仮面出てきたわ。ちょっと待って、これつけるのか。もしかして。おーおお。あ？なんかこっちは白マスクになったわ。なんか次レンズをアンロックするってあんねんけどさ、うん、レンズって何のこと言ってんの。なんか変わったかな。レンズ、うん、なんか目のマークみたいな扉があるんよ。扉なのかどうかわからんけど、でなんか記号みたいなんてある、もしかして。あ、待って、なんかハマった。ハマった。あ、レンズできた、できた。レンズ出てきて、うん、これを、あ、なんか記号できたよ。記号、なんか十字架と上矢印と鍵穴みたいなマークができた。鍵穴みたいなマーク、上矢印。そう。ちょっと待った。あ、スイッチが出てきて、これを伝えなあかんね、うん、過去の人に。うん。それが上矢印、十字架、鍵穴。上矢印、十字架、鍵穴。あ、もしかしてこれかな。ただ。いや、こっちにも多分似たようなもんあるんやけど、これをどうすればいいかわからん。円形みたいになってる。円形になってて、十字かな。あ、それの円形の場所を、うん、教えてほしい。あ、上矢印が8時に上矢印で、4時に十字架の真ん中に丸みたいなのがついたやつ。鍵穴に4時よ、はい、でん、鍵穴、あ、じゃ十字架が4時で、はいはい、うん、黒い果樹園みたいな鍵穴っていう、うん、鍵穴っていうんかな、うん、黒い果樹園が5時。あ、いた。あ、過去の部屋。あ、これ過去の部屋か。ステンドグラスが映ってるわ今。こっちもその鍵穴とかのやつがあるの。ステンドグラスやな。蝶々みたいなやつと木の枝みたいなやつが点滅してる。あ、あるあるある。あ、あ、ちょっと待った、押せるわこれ、このパネル。蝶々みたいなやつとか。あ、ま、うん、こっち何もアクションはないわ。じゃあそっちの伝えてもらったらいい感じじゃない。左上から今なんか三角形二等辺三角形みたいなやつがあるのと、右3×2 の縦長の長方形のパネルがあって、まず左上が、二等辺三角形。え、でこっちなんか伝えられても何もできひんねんな、うん。そっちのなんか並び順みたいなんとか、押せばいいやつとか光ってるとかっていう情報じゃない。木の枝と、うん、なんていうの、蝶っていうんかな。そう、なんかその木の枝と蝶。あ、開いたみたいなやつが開いた。あ、木の枝と蝶を押したら開いた。あ、場所は関係ないのね。でさっきの鍵穴とか、あの矢印のやつあったやん、レンズっていうんかな、うん、あれの位置が変わった、うん、で8時のところが十字架、うん、8時か十字架な、うん、で6時が、上矢印、はい、で2時が鍵穴。あ、できた。次が、うん、点滅してるの言うて、うん、
蝶々、二等辺三角形、遠近法を使った部屋みたいなやつ。あ、仮面か、これ多分。仮面。仮面か。うん、仮面と、あとナイフ。うん、ナイフ。あ、ナイフある。はい。あ、その4つ。あ、そしたらまたレンズが変わった。オッケー。じゃあ伝えるで。うん。三時が十字架。オッケー、いけた。言うで、点滅してるのが、まだあるのか。蝶々、うん、キューブ、ナイフ。キューブ、ナイフ。はい。あ、また変わった。長いな。あ、なんか。こっちもちょっと変化あったけど、で、またレンズの内容が変わって、で、一時が上矢印。あ、開いた。おお、なんか仮面かぶった。お前か、これ。うお、怖い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 、なんか来た。え、え、白い仮面かぶった女の人ができた。あ、それ今僕のこっちの状態も白い仮面かぶった女の人やね。あ、じゃあそうかもしれん。怖、なんかホラーみたいな。なんかレンズみたいなんがある。あ、そういうこと、これ。この、この向こうか。なんかこっちカメラみたいなんと、何これ、なんだこれ、電子部品かなって思ったけど、よくわからん。過去にいる人物と視覚的に接触しました。あー、これの、この穴がそうなんね。で、こっち次やらなあかんことがあって、うん、6個のスイッチを切り替えるっていうのが一つと、うん、もう一つがフロッピーディスクを挿入する。フロッピーディスクなんや。フロッピーディスク多分これないよ。おお、あれは誰？目が映ったわ、一瞬。青い目の人。あ、ちょっと待った。こっちもなんか、書類見つけたわ。なんか、6個のマークがあるって言った？記号？ 6 個のスイッチを切り替えなあかんねん。あ、もしかしてレバー式スイッチ、それ。そう、レバー式。で、3×2 の6個に並んでる。うん。じゃあ、それの情報あるわ。おう。で、左上から行くで。うん。一番左上が、下。はい。で、上段の真ん中が下。はい。上段一番右が上。はい。で、左下が上。はい。下段真ん中が下。はい。で、開いた。あ、もう一個あったけど、まあ、OK。フロッピーディスク来た。こっちはもう一個謎の書類があるねんな。骨、肉地、キューブ型装置。え、これ意味地は。あ、なんか棺が来た。棺が。あ、こっちも棺があるよ。コードを伝えてエンターキーを押してください。コード、棺のパスワードをこっちが伝えればいい感じ。こっちが伝えるんやと思う。あ、こっちが、そっちが伝えるの。あ、あ、ちょっと待った。あ、これ押せるわ。棺に、アルバート、なんたらさんっていう名前が刻まれてて、それが押せるねん。その A とか、アルバートなら A、L、B、E、R、T とかの、それぞれの文字を押せるねん。うん。アルファベット、じゃあ、お願いします。じゃあ言うで。うん。A。A。R、T。RT? RT NBM NBM。 あ、開いた。あ、棺が開いた。棺って開けていいもんな。あ、死んでるわ。アルバートさん。あ、さっきのアルバートさん。うん、アルバートかアルベルトか知らんけど。お、祭壇の鍵手に入れたわ。ギターピックみたいなやつ。あ、アルバート・バンダーブームっていう名前。そうそうそう、バンダーブームさん。棺を開けたら確認のための質問に答えてください、うん、アルバート・バンダーブームの心臓に一番近いものは何ですか？あ、なんかポケットになんかある。多分アルファベット4文字。 RVDB っていう文字が書かれた写真が出てきた。 R? R B、うん、B、うん、V V V B V V R RV でD D D やな。うん、はいはい。B B これ伝えにくいアルファベットやな、これ。 B やな、 V じゃないやな、 B やな。 B、 あ、受けたっぽい。過去にいる人物が祭壇の鍵を使用して3つの物質、骨、肉、血を手に入れます。あ、さっき書類にあった。説明を選択してください。あ、ちょっと待った。このギターピックはめるとこあるから、ちょっとそれはめるわ。あー、なんだこの装置。謎装置が出てきた。え、レバー、あ、え、あ、
なんか輪ゴムみたいなのに開口器、あ、口開けるやつ、え、あ、ペン手に入れた、え、ちょっと待って、こっちの謎が謎や。うん、3つの物質があって、うん、ある骨と肉と血があるんよ。骨と肉と血、ああ、あるあるある。説明を選択してくださいって書いてんねんけどさ。はあ、説明を選択してください。まあ、今骨肉地あるあるある。こっちにも同じあの骨肉地っていう書いた紙があんねん。ハッチにアクセスする、過去にいる人物に歯の順番を伝える、骨を手に入れる。あ、順番、歯の順番。そういえばさっき開口器を手に入れたから、これマウスピースか。マウスピースでこのおじさんの口を開けた。オープンザマウスしたわ。オッケー。で、歯並びは良くないね。次、過去にいる人物が全てのろうそくに火を灯し、日記を配置する。スライドに関する情報を伝える、肉を手に入れる。え、耳ちぎればいいの？耳ちぎれんな。すべてのろうそくに火を灯す。で、日記を配置する、うん。ろうそくあったから火つけるわ。ポッポッポと。火つけた。ろうそくに火つけて。日記を配置する。日記を、日記？日記ってなんだ、日記って。手紙ならあるけど。いや、それかもしれない。あの、一番最初に読み上げた手紙。あれくらいならあるけど。でもこれ、アイテムとして取れないのよね。じゃあちょっと待って、なんかこっちちょっと難しくてさ、うん、じゃあ次、血やってみていい？あ、てかそもそも歯はどうなった？歯は、うん、あ、歯の並びだっけ？ちょっと待って、あの、この人歯並び悪いけど、どうすればいいこれを。過去にいる人物に歯の順番を伝えんねんけど、うん、骨を手に入れるっていうのがあって、うん、骨持ってる？持ってない。まだ持ってないか、じゃあ無理か。でも多分骨って歯のことよな。その手で言ってみる。うん、じゃあ持ってるでいくで。うん、持ってるっていうか見てる。じゃあ一回、じゃあ次血してみるか。血鼻のことやな。ん、もしかしてさ、俺、うん、こっち開いてる俺。え、あ、なんか開いてるわ。まあいいや、とりあえず、うん、あ、なんか、あ、そういうことか。はい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 、なるほどな。あ、はいはい、わかった、そういうことか。何これ、ちょっと待った、あの、こっちから一個出せる情報あんねんけど、血のところに、上に数字とアルファベットが書いとんねん。6桁あるあるある。 XYZ な。左から、3、はい、XZ、はい、Y、はい、2、はい、1。あ、動いた。木の背後にメッセージが隠れている。木？木の背後、木ってなんだ。え、木ってなんだ。パーまだ終わってなかったかもしれない。まあ、何も進んでないからな、これ歯に関しては。順番って言われても、もしかして、え、それなんか並び順みたいになっとん？なんか、1、2、3、4、5、2段10列。あ、そう、2段10列の歯が目の前にある。あ、じゃあ、左から、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、で、20で、番号振っていくで、19。19、あ、押せた。え、19押した。え、19押せただけで、なんかで、なんかこっち19点滅してるだけなんよ。お、うん、19押したけ、押したら2番がグラグラし始めた。あ、2番、うん、あ、押した。じゃあ次4。4で、13番がグラグラし始めた。13番、あ、開けた、16。13、14、15、16、ほい。そしたら、何番だこれ、1、2、3、4、5、6、7番がグラグラし始めた。7番な。あ、9。
15番がグラグラし始めた。15番、あ、次6、はい、あ、歯が手に入った。おー、手に入った。うん、そしたら、12番、あれさっきもだっけ、12番グラグラ。あ、まだあんのか。うん、あ、起きた起きた。あ、クリアしたっぽい。じゃあ先に肉やろうか。肉、耳の方やね。こっちなんか歯をはめれそうなとこからからそれはめてみるわ。あ、はまったはまっただけや。過去にいる人物が全てのろうそくに火を灯し、灯した。まだある。あ、ちょっと待った、まだあるわ。あ、日記の配置は俺が伝えなあかんねや。うん、それっぽいのある。ろうそく台があって5個のあの食台がある。5個あって今3本と思ってて、ろうそくを手元に1本持っとんねん。ああ、わかったわかった、そういうことか。わかったわかった、こういうことや。あ、5個ある5個ある、多分。あ、じゃあ4つか。いや、5個あるわ。うん、1つ目が、うん、超わしづかみにしてるお父さんとそれを見てる娘。ちょっと待て、あの情報が違いすぎる。こっちただろうそくが並んでるだけで、それ以外の情報がない。あ、ちょっと待って、ろうそく、あ、ちょっと待って、もしかしてこっちろうそくをまだ全部つけれてないわ。この食台に、あ、あった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 、分かった分かった、全てやらなかった。うん、5本ちょっと今から全てにちょっと火つけるから待っててな。はい、OK、 はい、ファイヤー。あ、鍵出てきた。鍵が出てきて、これの鍵やろな。あ、耳の本手に入れた。あ、じゃあ耳つけた。日記だ、日記、日記手に入れた。来た。うん、じゃあなんか配置できる感じ。まあどこに配置するか分からんけど、1枚目くらいっていくで。分かった、配置される、配置できたわ。あ、できた。あ、日記、日記、アルバート・バンダ・ブーム日記。え、あ、ちょっと待った、ちょっと待った、消しゴム間違えて記載してしもうた。日記1、ちょっとこっち読み上げていくな、日記があるから。子供の頃、私は蝶を捕まえたことがある。私のものだったのに姉のエマが盗んだんだ。っていう日記があって、左に四角い4つの四角、あるあるある。4つの四角があるから、それを塗りつぶすね。一個間違えて塗りつぶしちゃったんやけど。俺が多分伝えたらいけるわ。うん。な、その蝶を握りしめてるお父さん、うん、を背後から見守る女の子がおんねんけど。うん。それが右下塗りつぶされてる。右上塗りつぶしちゃった。あ、塗りつぶせる。あ、右下、うん、あ、じゃあこれ、はい、じゃあ次のページ。愛だ、彼女は私を傷つけて私のもの元を去った。日記と絵はマッチしてないんだけどこっちは男性が、うん、一人でチェスかな、うん、してるのがあって、じゃあそれが左上なんよな。この愛だ、彼女は私を傷つけて私の元を去ったっていうのがそれ右上、左上。次のページ。娘のローズの誕生は私の人生における最大の功績だ。あー、それ多分左下やば、うん、あー左下。次のページ。私は未来との接続を確立するためこのキューブ型の装置に取り組んできた。右下。次、チェスに負けた時私の最初の人生が終わりを迎えると知っている。これが左上。私の暗い魂は未来で生き続ける、復活を待っているのだ。それ右上かな。右上、うん、終わり、何も起きない。さっきの2つ目のやつだったやん。2つ目どれだっけ。アイダ、彼女は私を傷つけて私の元を去った。それ右上やわ。右上？あ、うん、本が閉じた。で、あ、開いた。外科用メステに入れた。使い道1個しかないんやけど、この死体切ればいいの？切り刻めばいいのこれ？うん、たださ、で、肉を手に入れてほしい、ね、あ、耳ちぎりゃいいんだ。耳ちぎるか。うち、あ、ちぎった。いや、はい、肉手に入れたな。手に入れた。次、血なんやけど。鼻のマークが書かれてるよね。それが、うん、木の後ろに隠れてるっていう情報しかないんよ。
木の背後にメッセージが書かれてる。木の背後、木って何？なんかその周りにない、その物体だけじゃなくて木、うん、木の背後、わー木マッチは違うな。木、あ、わ、これだ、わかった。木の絵があったわ。木の絵を剥がしたら文字が、あの6個、X、多分 XYZ のやつだと思うけど、うん、左から行くで、うん、X2、はい、Y1、はい、3、はい、2かな、あ、違うな、 Z、はい、あ、受けた。自分の姿にメッセージが隠れている。自分の姿、鏡がこっちにあるから自分の姿を見れる。あ、え、血だらけになった、血に濡れたわ、怖っ。あ、鏡がね鏡、でも文字が現れた。 Y、 はい、 X、 はい、3、はい、1、はい、 Z、 はい、2、はい。わ、なんか、間取り図みたいなのできたよ。間取り図？たぶんこれ、過去の部屋の間取り図ちゃうかな。え、一部屋しかないけど。あ、一部屋の俯瞰視点。俯瞰図、うん。うん、があって、その中に、棺が置いてるところを下、うん、南に見てもらって、うん。で、右側にテーブルとか椅子とか多分あると思う、ね。あるあるある。その、椅子の右側にの箱、うん、箱ある。そん中。さっき何かしら、何が出てきたか忘れたけど、あ、でもなんか紙めくれるわ。あ、スプーン出てきた。スプーンと XYZ のまた記号が出てきた。あ、じゃあ XYZ、X、 はい、 Z、 はい、 Y、 はい、3、はい、1、2、はい。熱いスープを食べると贈り物を見つけることができる。熱いスープ食べちゃった、食べちゃったっけ。いや違う、皿に注いだんだ。皿に注いで、あ、スプーンで食べる。あ、食った。え、何これ、宝石、エメラルドみたいなんでできた。あ、ここにはめるんか、宝石はめるとこあるわ。うん、こっち、あ、え、で、血を手に入れてほしい。瓶と綿棒を手に入れた。瓶と綿棒、あ、鼻か、鼻血出しゃいいんかこれ。え、ペンで突き刺す、違う、綿棒で刺す。え、あ、綿棒で刺したどういうこと、鼻血出せばいい。おお、だって、おお、あのワリオのゲームみたい血手に入れた。手に入れた、うん、オッケー。こうやって先に進めるわ。こっちも先に進めるわ。血をここに置きゃいいの。あ、なんか出てきた。何これ。未来の年を入力してくださいけど、うん、過去にいる人物が3つの物質を手に入れたことを確認してください。未来の年を入力してください。1900ってある、今こっちは。分かった。こっち、あの手紙が出てきたから読み上げるな。うん、コイン手に入れた。ラスティレイクにて1926年、まあこの時代の年やな、過去の、親愛なる我が娘ローズへ。この手紙を見つけたということは、私が取り組んでいた装置を起動させたということだ。正しい方法で使うと1984年にいる人物を助けることができる。蘇生のプロセスを開始するために骨、肉、血を未来に転送することがお前の仕事だ。お前の愛する父アルバートより。そっちは1984年やな、1984や。オッケー。なんかあれやな、娘を生き返らせようとしてんのかな。娘。おー、なんか来た。ビデオカセットテープが、なんかその、なんていう、錬金術っていうか、生き返らせようとしてんのかな、お父さん。うん、何かしらを生き返らせようとはしてるな。19時45分、7時45分。はい、あ、ドライバーゲットした。こっちもなんか暴れてるわ、どんどんしてるわ、家具が踊ってる。
バラが割れた。あ、鍵。いや、これ大変やな、これ。全部やんなかな。うん。赤。あ、チェスの駒みたいなんてに入れた。白のチェスを、まあ、鹿と人みたいなやつ。今開けてる。はい、はい、はい、はい。あ、チェス盤開いた。これチェスボードあるわ。チェスボードある、こっち盤で。うん。けど、数字が振ってあって、数字とアルファベットが振ってある、小文字の。そうやな。うん。縦列が1から6まで一緒やな多分、うん、で俺はや多分この黒と白の駒を配置せなあかんねんけど、うん、その配置先が、うん、Kの方にあると思うねん。ないこっちも多分配置せなあかんないけど、だって僕駒を手持ちで持ってるだけでチェスボードに何も置かれてないもん。こっちは、うん、白の駒しか動かされへんわ。あ、動かせる。そもそもあ設置はできるわ。こっちでも白しか動かされへん。え、黒は無理やねん。ちょっと待って、じゃあこっちのタスク的には2人でチェスのゲームを完了させるっていうのがミッションない。こっちは黒しか動かせれん。あ、じゃあそれでチェスを終わらせなあかんねんけど、うん、チェスルール知らねえチェス2つしか困なくて、どっかにこの配置のヒントがあるはずないよ、うん、きっと。今左下に黒がいて、右の真ん中の真ん中下って言えばいいんかな。そういうことか。に、あの鹿の白がおる。白の駒の場所教えて。白の駒の場所は、あ、座標でいいんかい。3F、うん、3F。 あ、OKOK、 こっちは黒が 1A におる、今。黒 5A に置いて。5の A。 はい、置いた。あ、置けた。あ、そしたら白が進んで 3A に白が来た。開けた開けた。そしたら次、2D、うん、2で2ので、はい、あ、白動いた。白が 1C に来た。 1C 次、2B、 2の B に、おい、6C に白が移動した。次が、6F、 6F 一番右上やな、はい、で 6A に移動した。あ、開いた開いた。 6A に移動して開いた。開いた開いた開いた。こっちも、うん、コインが、またフロッピーディスク来た。こっちもコインが2枚になったわ。こっち未来と思ったけど1980何年やったらフロッピーディスクか。1984はさやね。こっちは他やれることはないかな。謎の人形はある。あ、こっち動いたよ。お、過去にいる人物が亡くなった人物の目にコインを配置します。警告、これにより魂が墜落する可能性があります、うん、謎の警告文墜落。 まだメッセージ読み上げんで、うん、結構多分、うん、続くと思う、うん、電力サージプログラムっていうのが今作動しとって、うん、このプログラムにより電圧スパイクが発生します、うん、このエネルギーを正しく使うことで過去と未来をつなげる金のキューブが作られます。まあ、おお、なんか、なんやなんやなんや、肺炎量を調節する、うん、タスクが今3つあって、1つが肺炎量を調節する、うん、2つ目が6個のスイッチを切り替える、で3つ目が視覚的な接触を断つ。あー、なるほど。じゃあとりあえずまず一番最初のコインを目にはめるからやってみるな。やばい、こっちもえぐい。部屋が赤くサイレンになってて。そうなん、こっちはめっちゃせかされてる。まだまだ平穏や。装置のコアを保護するヒューズを設置し、電力サーチのハンドルをアンロックする。ヒューズ、とりあえずこっちが、こっち目にはめてみていい、おじさん。あ、はめてはめてはめて、うん、パッと。おーおーおお、おじさんが黒くなった。松崎しげるになった。え、これどうすんの。松崎しげる、お、こっちは松崎しげるが起き上がったで。松崎しげる？で？松崎しげるが起き上がった。うん。え、松崎しげる、あ、松崎しげる、これどうなってんの。血を這う松崎しげると、あと、キングコングになった松崎しげるあ、え、何これ。ちょっと待って、肺炎量の調節と6個のスイッチの切り替えと、うん、分かった。6個のスイッチ今出てきた、鏡に出てきた。この松崎しげるをクリックしたら動くね。あの
多分 6個の 2×3 のやつやろ。下がってるやつ数字だけ言っても1、3、5みたいな感じで。下がってる方を言えばいいのね、うん、3、はい、6以上、はい、あ、OK、 ヒューズ1個手に入れた。あと2つ。ちょっと待って、このもうすぐだ、もうすぐだ、なんかシゲルと喋れた、もうすぐだって言ってる。もうすぐだ、うん、あ、炎が青くなった。で、配置が変わった。あの、さっきの6、5段階のレバー、ハイエンレバー、うんうん、一番上から言うで、あ、5、5、はい、2、はい、4、はい、あ、来た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 。最後、四角、四角、さっきの時計のやつ。あ、はいはいはい、あったあったあった。一番、左っていうか、これ、なんじゃ、9時が上矢印。9時上矢印、うん。6時が果樹園。ちょっと待って、ちょっと待って、結構な、操作、難しいな。いいよ、次言っていいよ。6時が果樹園。はい。で、3時が十字架。おおった、おお、OK や。お前、マック。おお、まさきくん。おお、やばい。びっくりした。私を助けてくれ、私を助けてくれ、松崎しげるが私を助けてくれっていう。まあ松崎しげるに襲われたけどな、俺今。襲われた。こっちはなんか従順や。あ、でもループするだけになっちゃったりしげるが。あ、次来たよ。電力サーチのハンドルがアンロックされました。引くとプログラムが終了します。引くで、うん、視界を立つ。おお、まだこっちと時間が出てきて、うん、9時10分。9時10分、あ、ちょっと待った、9時10分、はい、あ、電力が復活した、部屋の電気がついたよ。じゃ あ、 次、もうなんかバチバチしよる。俺もめっちゃしてる、めっちゃしてる、うん、で次指で、過去にいる人物は時間を9時10分に設定しましたか、うん、ちょっと待って、9時10分に設定しました、はい。で、しげるが神々しくなった。次で、うん、過去にいる人物は金のキューブを作成し、キューブ型の装置にはめ込みましたか。僕が、うん、金のキューブってなんやねん。もうこれ以上なんか触れるとこないで。テフテ、あ、テフテフが飛んだ、テフテフが飛んだけど、でっていう感じや。手紙も違うし、こっちもクリックできるとこが結構限られてんな。こいつ燃やすか、燃やせんわ。金のキューブなんかねえよ。もうこっち何もできへん、ほんまに何もできへん。戻られへん。こっちもあのクリックできるところ限られてるし。過去にいる人物は金のキューブを作成し、うん、作者が今から作らなあかんねん、うん、あ、もしかしてこのパズルか、キューブ。あ、ちょっと待った、こっちパズルできそうなのはある、できそうなのあるけど、これどうすんの、回転とかできないの。え、ちょっと待った、え、なんか、あー、でもこれ違うか、これ関係ないか。いや、もうこっち何もできへんで、戻られへん、この画面から。このドアップ画面から帰られへん。ちょっと待った、あ、じゃあしげるに話しかけてみるわ。1984からのエネルギーを使う必要がある。それこっちやわ、それこの機械の名前やわ。新たに未来とのつながりを築くのだ、金のキューブで。あ、金のキューブ、今スゲルが作ってくれた。あ、作ってくれた、うん、あ、手に入れたよ、金のキューブ。それを、うん、キューブ型装置にはめ込んでほしい。装置、うん、あ、これか。はい、はめた。あ、OK、うん、なんか未来のが、未来みたいな箱がうっすら見える。はめたよ。次、2人が上向きボタンを10秒間押します。うん、同時に長押ししてください。じゃあ、行くで。上向きボタンこっちもあるから。うん、行くで。うん、いっせーの、で。はい。10秒長押しな。うん。ガタガタし始めた。あ、来た。あ、頑張った。
つながるのか、ついについに、こっちはなんか、あの、耳とかが入った箱が光り出したで。ああ、真っ白になった。第2章未来。第1章間。クリックし続けろすか。第2章か過去。うん。何これ。え？こっちは、え、何これ。クリックとドラッグで興味のある LA に近づきます。あ、ついこっちがなんか過去っぽい感じになったわ、うん、こっちが未来っぽい感じになった。 3D になった。こっちで今 2D になった。え、なんか今、うん、こっち手紙とマッチと黒いキューブを手に入れてこうなったんや未来って。こっちこっち情報多いな。箱型の装置。はい、ってな感じで第1章いかがだったでしょうか。ちょっと続きはね、また別の動画に分けたいなと思います。はい。だから結構面白くない、うん、めっちゃ面白いわ、これ。こういうの好きやわ。おもろいし、しかも難易度そこまで高くないから、結構サクサク進めれて、うん、サクサク進めれる。ちょっとね、次回、Kと、またこの続きをやっていきたいと思います。うん、また次回もご視聴よろしくお願いいたします。それじゃ、じゃあのー。はい、さようなら。ご視聴ありがとうございました。陽一です。いやー面白かったですね、このゲーム The Past Within。 淡々とストーリーもなくパズルを解いていくゲームなのかなと思っていたら、ちゃんとストーリーがあって意外とやりごたえがあって面白かったです。動画が47分ぐらいになっちゃって、結構長い動画になっちゃいましたね。本当はね、だいたい10分から15分ぐらいで作りたいなと思ってたんですけど、やっぱりね、こういう謎解きゲームになるとなかなかそうはいかなかったです。でもね、最後まで見てくれてる方がいるかなと思うので、しっかりね実況の方やらせていただきました。またね、後半の方もご視聴よろしくお願いいたします。それではじゃあのー。